A310V6 シリーズ 1A3101600A310V6GT シリーズ2リアシリーズ2インパネアルピーヌ A310 はフランスのアルピーヌが親会社のルノー製自動車のエンジンなどを流用して開発し1971年から1984年まで生産したスポーツカーである1973年の WRC チャンピオンに なるなど、ラリーカーとして結出した成績を収めた、アルピーヌ A110 の後継車として、交換バックボーンフレーム、リアエンジン方式、FRP 製車体など、A110 の構成を受け継いで設計されたが、実際にはより豪華で快適なグランツーリスモの、性格が強く、結局、A110 も根強い人気のため1977年まで6年間も、並行生産され、 A310 の方は途中でエンジンを、いわゆる PRV エンジンに変更し、やはり、リアエンジンのポルシェ911をターゲットとするようになった。デビュー当初の A310 は 1600V1 種類で、補助灯などを含め6つの角型ライトを並べ、左右を通したプレキシグラスで覆った、シトロエン SM にも通ずる、前衛的なフロントフェイスを特徴とし、 初期の78台には、ルノー12ゴルディーニと同じ水冷直列4気筒 1605cc の807から20型に、ウェーバーツインキャブレターを組み合わせ127馬力、6000rpm を発生するエンジンを搭載、その後のモデルには844から30型を搭載。1973年には、 ルノー 17TS ゴルディーニと同じインジェクション付きの844から34型で127馬力の 1600VF1975 年には廉価版としてルノー 16TX と同じ 1647CC の843型にシングルキャブレターを組み合わせ95馬力を発生する VG が追加された気筒の A310 は 同じエンジンの A110 と比較すると装備が豪華で、居住性が良い分車体が重く、A110 ほどの運動性能は期待できず、アンダーパワーという評価がついて回った。1976年には、元シトロエンのチーフデザイナーとして、シトロエン GS や CX を生み出し、シトロエンが、プジョー参加に入った後に、ルノーに移籍していたロベールオプロンが、 フロントエンドを中心にデザインを変更したボディに、ルノーボルボプジョー共同開発の水冷90度、V 型6気筒を 2664cc150 馬力、6000rpm エンジンに換装した、アルピーノルノー A310V6 に発展した。A310V6 の最高速度は、 時速 220km に達し、ライバルのポルシェ911にも引けを取らぬ動力性能と高い直進性による独自の操縦性、独特の PRVV6 サウンドで存在を示した。A310V6 は1981年にバンパー等が変更されシリーズ2となり、翌1982年にはオーバーフェンダー、ワイドタイヤ、 エアロパーツが装備された GT、GT ブローニュが追加された。GT ブローニュのエンジンは 2842cc193 馬力に強化された。V6 の方がはるかに生産台数が多いことからも V6 になってようやく本来の面目を発揮できたことが伺える。後継となるアルピーヌ V6GT とアルピーヌ V6 ターボにも その基本構成とスタイリングは踏襲され、その後もスープアップと改良により、アップデートを図り、最終作となる A610 まで受け継がれた。この V6 モデルは日本にも当時のルノー日本、総代理店である、キャピタル企業、後に、日英自動車によって輸入された。ありがとうございます。